グリコのシステム障害を受けて、トロピカーナなどキリンの冷蔵商品にも影響が広がっています。キリンビバレッジは23日、紙パック入り飲料トロピカーナなど一部の冷蔵商品について4月上旬から出荷を停止していることを明らかにしました。販売を委託している江崎グリコのシステム障害の影響を受けたもので、グリコのプッチンプリンなどと同様に5月中旬の出荷を目指すとしています。グリコをめぐっては、今月上旬に基幹システムを切り替えたことによるシステム障害が発生した影響で、プッチンプリンやカフェオーレなどほとんどの冷蔵商品が出荷停止となっています。